どうも、ゆうちゃんねのゆうです。本日は、ドラゴンボールの、身勝手の極意の極、こちらね、出ましたのでやっていきたいと思います。めちゃくちゃね、ドラゴンボールのね、この、身勝手の極意好きなので、撮っていきたいと思います。そしたらですね、まずですね、かぐや様に告らせたいの、藤原ちか。こちらの方ね、やっていきたいと思います。まずね、ウォーミングアップですね、とりあえず。さあ、動きはどんな感じになるか。おー、持ったな、今、爪で最後、押し上げたんで。とりあえず、まあ、はめようか。右爪で。まあ、はめてったら結構いけると思うんですけど。ここではまるかな？はまると思うんやけどな。おっしよっしよっしよ、オッケーオッケー。いいですね。まあ、こんな形になったんで、とりあえず、後ろか。後ろ回していきますか。回したらまあうまいこといくかな。とりあえず縦はめの状態になってほしいんですけど、よしよしよっしょ。マジか、結構動きがすごかったですね。最後グルンいったんですね。グルンいって、そしたらですね、彼女をかぐや様に告らせたい藤原ちか、こちらの方ゲットです。そうしたらですね、本日の本命品、前回ソリッドの孫悟空の身勝手の極意のフィギュア、こちらの方へやっていきたいと思います。かなり重たそうなんですけど、とりあえず BC チャレンジ、まあ、じゃあそうですね、失敗ですね。まあ、もう動き見るとね、結構重たそうなんで、そうしたらまあ BC はデキャンっぽいんで、左爪でやっていきますね。多分や頑張ればできると思うんですけど、ちょっとそれはやったら手数かかりそうなんで。ああ、まあまあまあ、ちょいちょい渋いですね。そしたらもう一丁一緒のところですね、やっていきたいと思いますね。まあ、この身勝手の動きもね、ジレンとの戦いでね、覚醒した感じもあるんで、めちゃくちゃ良かったですよね。銀髪の悟空めっちゃいいです。なんで絶対欲しいですよ、これ。おお、マジかマジか、結構ええ動きしたな。そうしたら、これはもう手前を右爪で弾いていく形で何回かしていったらいきそうな気がするんですけど。さあ、持ってこい。いいとこかかったと思うんやけどな、これ。あー、そうですか。そうか、そしたら、一旦奥側上げてみますか。ちょっと持つ形でしたら、意外にいけるかもわからんし。あー、ちょっと持つ形じゃなくなったな。奥行ってまったな。おー、まあまあまあ、でも、形に整った感じがするんで、まあさっきと戻った感じがするんで。でもさっきよりまあ、手前かな。手前にしようが良さそうな気がするんで。よし、いい感じで入ったぞ。肘で持ってけよ。持ってけ、持ってけ。おー、いいですね、そっこくて。全然いいですね。そしたらこれを何回かちょっと繰り返しちゃったら持っていきそうなんで、ぐいぐいやっていきますね。さあ、持ってこいよ。いいとこ行ったよ。こいこい。ああ、動かんだ、動かんだな。そうですか。そしたらもう一回同じとこやけど、若干離してみるか。で、どんな動きするかやな。ここでどうや、来い。あー、若干動いたかな、これ。若干持ってた気がするけど。よーし、ちょっと我慢の時間になってきたな、これは。じゃあもう一丁。さあ、持ってこいよ。いけるやろ、来いよ、来い。おー、ちょちょちょ、動いた動いた。いいですね、ここやな。そうしたら同じところらへんですね、もう一回。ええ感じにいけそうだな、これは。あ、ちょっとバーにかかったか、これ。やばいか。あー、やばいな、これは、これはあかんな。やっぱバーにかかるとあかんですね、これは。バーにかからないように、とりあえずもう一回同じところらへん。
まあ、とりあえず手前やけど。ほい。いいですね、この動き。はぁ、いい動きするね、これ。めっちゃ持たせやな。さあ、ここでどうや？払っていくよ。オッケー、動きしたな、今。ギグっていったな、今。よしよしよし。そしたらですね、全開ソリッド、ドラゴンボールの孫悟空、こちらの身勝手な僕ですね、こちらの方ゲットです。そしたら、帰りまーす。はい、そしたらですね、本日は、かぐや様にご暮らす際、藤原知花、こちらの方と、ドラゴンボールの身勝手な僕の孫悟空、こちらの方をゲットしましたので、うちに帰って開封の方ですね、していきたいと思いまーす。それでは、帰りまーす。よろしく頼むぞ。はい、そしたらですね、うちに帰ってきました。そしたらドラゴンボールのですね、超全開ストリッド、悟空の身勝手な悟空ですね、こちらの方とかぐや様に告らせたい藤原ちゃん、こちらの方ね、開封していきたいと思います。まず悟空の方、上開けていきたいと思います。はい、上の方ね、開けていきました。あー、見た感じ、まあ思った感じもそうなんですけど、下がかなり重いですね。ですね、まあ、下が固定されとるんで、まあ、動きは線なのかなっていう中でね、っていう感じですね。そしたら次、かぐや様にご覧ください。藤原知花、開けていきます。はい、開けていきました。まあね、見た感じも軽いんですけど、持った感じもね。まあ、下なのかなって感じしますね。結構ぐるってね、持ってったんで、まあ、軽いのは間違いないかなと思います。そしたら、ドラゴンボール出していきまーす。はい、ドラゴンボールね、悟空出していきました。いやー、頭ぐるぐるです。まあ、ツンツン頭なんで、これを保護してる感じにはとると思うんですけど、この、ズタズタ感がちょっといいですよね、これ。めっちゃいいですね。そしたらですね、藤原知花出していきます。はい、出していきました。ちょっとエロいですね。いや、いいですね。いや、いいですね。ちょっと見にくいですけど、まあ出したらわかると思うんで、そしたらですね、こちら2体、組み立ての方をしていきたいと思いまーす。はい、2体ともね、組み立ての方完了いたしました。いやいやいや、いいですね、いいですね、2体ともすごくいいです。めっちゃいいですね。でですね、悟空の方ですね、どうえらいですね、この銀髪。これジレンのね、戦いとで時にね、ズタボロになったんで、それの感じもいいですね。ですね、藤原知花、いや、かわいいですね。いや、いいですね。前のね、前回ソリッドはね、台座があったんですけど、今回はね、ない感じで、とてもいい感じじゃないでしょうかね。そしたらですね、本日の動画、これで終了したいと思います。少しでもよかったら、チャンネル登録、高評価、通知、コメント、よろしくお願いします。